ごめん、遅くなった。大丈夫よ。済んだもん、紬が来てくれたわ。紬、顔を見て挨拶してあげて。うん。綺麗な顔してるでしょ。死んでるのよ。それで。うわーん。ずんだもん。ずんだもん。どうして?どうして?しくしく。身寄りのないずんだもんの葬儀はボイボ寮のみんなでお金を出し合ってやることになりました。それにあたってみんなで一つの約束をしました。それはずんだもんを笑顔で送り出すこと。楽しいことや馬鹿らしいことが大好きだったずんだもん。私たちはそんなずんだもんからたくさんの笑顔をもらいました。だから最後のお別れの時も笑顔でいよう。ずんだもんもきっとそう望んでいると思う。たとえ死に方がこの世で一番悲しい死に方であっても、そんな風にみんなで決めました。納棺の時、私は生まれて初めて人間の死体に触りました。その冷たさと硬さを私は一生忘れることはできないでしょう。葬儀自体は筒がなく、時間とともに過ぎていきました。私たちは菊の花を一人ずつ、一輪ずつ棺に添え、約束通り笑顔でお別れの言葉をかけました。そして棺は火葬場に移され、焼却炉の中へ運び入れられました。その焼却炉は横にいくつも並んでおり、私は機関車トーマスと仲間たちの暮らす、ガレージを思い出しました。ここでは死体の焼却が毎日のルーティンなのです。先ほどのお葬式も、私たちの心を込めたつもりの挨拶も、客観的に見ればきっとそうなのでしょう。点火を始めるスイッチは私が押しました。焼却中であることを知らせるランプが点灯した時、誰かのおえつが聞こえました。約束は破られました。遺体が焼き終わるまでの2時間弱の待ち時間は、ただただ重苦しく悲しい時間でした。場を和ませようとして、みんなの前で腰をヘコヘコして見せた小太郎のことは、空気が読めない神聖のバカと言うべきでしょうか。そうして待ち時間を終えた私たちは、肺と骨になったずんだもんと再会しました。人骨といってもそれはもうバラバラで、理科室の骨格標本のような、人間らしい形はしていません。焼け残りカスと言った方がいいような軽そうな見た目で、そよ風が吹いただけで吹き飛んでしまいそうでした。そのあまりに惨めで悲壮な姿に、何人もまた泣き出してしまいました。私も嘔吐しそうになるのを必死で抑えながら、係の方に促されるまま、骨を拾い上げ、骨壺に収めました。ついこの前まで一緒に遊んでいたずんだもんが、こんな小さな壺に収まっていくことに、また悲しみが溢れてきました。ずんだもんには家族がいません。お墓もありません。当面、骨壺はボイボ寮の一室に安置することになりましたが、その後どうするかは決まっていません。直接は言いませんが、誰もお墓の面倒まで引き受けたくないので、決まらないのでした。ずんだもんは嘘偽りなく、大切な友達でしたが、結局は他人だとみんなわかっているのです。私はなんとなく頭の中でお金の算段をしながら、これからの面倒くさそうな展開に思いを巡らし、深くため息をついたのでした。